夢とかあんま変わってなくて、小学校とかの頃から毎年年を重ねて感じるのが、なんかやっとこうやりたかったこととかなりたい自分みたいなのが形になってきたなっていうのを最近やっと感じてます。なかなかでも仕事柄そういう職業に就くっていうわけにもいかないじゃないですか。10歳から芸能界入ってたから他の職業を考える余地もあんまなかったし、でもずっとファッションに関わるものをやりたいなと思ってたんで、それが今一つ形になったのが嬉しいです。特に僕の場合服との関わり方が衣装がまずあって、で僕はモデル業があって、踊ってる時も洋服は重要だったし、自分が育ってきた環境を全てそこに濃縮した結果、自分は洋服を着てモデルもするし洋服も作るし、もう作る理由っていうのは自分が今まで衣装として服を考えてきたから、その経験が多分生かされてるし、結果的に自分の人生が生かされて独特なファッションの価値観になったのかもしれない。自分らしさはあるけど、ぶっちゃけそのフラットランドを始めた一番最初の目標が白シャツ作るっていうのがずっと一番最初の目標だったんですけど、まあ、なぜ白シャツかっていうと、僕がステージで表現だったりとか、まあ、自分がありのままの姿で、この生身で人に何かをメッセージを伝えたりとかする時のほぼ正装に近くて、僕はステージの上で表現するってことが、まあ、ある種一つの表現方法、僕の人生の中の一つの表現方法ですけど、普段生活してて伝えたい思いとか素直でありたい自分の姿とか、そういったありのままの自分を伝えてくれるものが洋服の力にはあると思うから、僕はそれを白シャツで体現したいなっていうのが最初の、自分が構想していたものなんですけど、まあ時間かかって、まず生地何にする、季節オールシーズン着れるものにしたいなっていうのがあったから、だからそのオールシーズン使える素材感、厚すぎず薄すぎず重ね着ができるデザイン、一枚でも主役になるようなデザイン、すごいこだわりましたね。あとサイズ感ね、ほとんどの人は楽しめるように、背の低い人でも大きい人でも体が大きくても線が細い人でも楽しめるサイズ感とライン、後ろのラウンドしてるこのなびき方、風の残し方、歩いてる時のこのラインをこうどう残してシャツに主役感を持たせるかっていうのがやっぱ一番難しかったですね。あとここの切り込みね、切り込みを入れたことでポケットに手入れた時の残り方とか、そこの機能性とか、とにかく一挙手一投足全てに馴染んで全て絵にする気で作ったんで、すんげえ直したし、すんげえ悩んだけどめっちゃ楽しかったですね。早くもう俺はこれ着てそれを着て公園でふわーって風浴びながら歩きたいっていうね。みんなが着てる姿を見たいんですよ。会いたい、着てる姿を会いたいというか眺めたい。街中で素敵だなって思った後ろ姿とかが自分のシャツだったらめちゃくちゃ幸せですね。僕ベタなロマンチストタイプなんで、
そういうシチュエーション大好きだから、なんか何この人みたいな、あの後ろ姿超何すげえ魅力的みたいな、なんかそういう人の着てたシャツが俺のみたいな奇跡が起こることを願ってます。それがちょっとした夢ですかね。